800野鳥和装備情報局。素敵なことがきっと起きる、新しいあなたにドリームカムトゥー。さあ着物で広がる夢、心躍る江戸の息、伝えていきたい Keep shining、番組となりました。どうぞ最後まで楽しんでいただきたいと思います。 では始めたいと思います。和神学会座談会、和神だよ売り込みたーい、1、10、100、1000、10。はい、成功しましたね。よかったです。それでは自己紹介に入りたいと思います。はい、皆さん行きましょう。はい、皆さんこんにちは。実行委員長ことキコでございます。今日の着物はですね、男物の反物を浴衣ですね、浴衣地をちょっと自分風に仕立ててみました。いいですね。ちょっとババクさんかな。それとあとは普通の浴衣用の半幅帯をちょっと自分なりに工夫して、はい、ちょっとやってみました。はい、では次の方どうぞ。ともはです。今日は暑かったのでもう9月なんですが、炉を着てきました。後ろ姿は半幅帯でちょっと楽に着てます。気分で結んだのでもう二度とできない結び方です。よろしくお願いします。どうも、はじめまして、たかこです。ともはさんに習ってこの出方で出てみました。はい、私はこれは母からちょっと借りてきた黄色の着物に、今日は頑張ってふくらすずめを結んでみました。どうぞよろしくお願いします。イエーイ。皆さんこんにちは。和神隊ヤング担当部長高野ゆうきです。今日のお着物は、これは三宗八重子さんからいただいたお着物で着てみました。可愛らしい、大柄の柄が可愛らしい人になっております。合わせて帯は緑色の帯をしてみました。いかがでしょうか。次の方どうぞ。な、こんにちは、三宗八重子です。今日の着物は塩沢です。塩沢はかなり古い紡ぎになっております。で、帯なんですけれども塩瀬なんですが、朝陽の節句にちなみまして、お節句はもう終わったんですけれども、菊蘭菊を着てみます。こんな感じです。はい、じゃあお次の方お願いします。ありがとうございます。はじめまして、平野智子と申します。今日のお着物は前回出演なさった愛の泉さんから購入しました炉のお着物です。9月ですが暑いので炉のお着物にさせていただきました。よろしくお願いします。
ふみこと申します。今日で3回目でございます。今日はいつも一丁来って言いますが、2回目の一丁来です。そうですね、もうすごい年なんですけど、この着物は兄が、私の20歳の時に兄が買ってくれた着物なんです。恥ずかしいんですけど、はい、以上、付け下げでございます。あります。わー、素敵。じゃあ失礼します。お願いします。ありがとうございます。はい、事務局長の林芳恵と申します。よろしくお願いいたします。今日の着物は、そうですね、重陽の節句ということで、菊紋の小紋を着てまいりました。では、はい、名古屋帯ですね、結んでまいりました。では皆さん集まってください。今日もなんとか3回目の我が身学会の番組となりますので、最後まで皆さんご覧いただきたいと思います。本当今日は地震が朝早く大変でしたよね。怖かったでしょ。怖かったですね。大変、うん、どんな感じでした地震。ドンって突き上げられたので、それで目が覚めました。でも寝てました。本当は東京湾が震源地ということで、震度5でしたか。はい、どうでした、高子ちゃん。私寝てた、気がつかなかった。さすがに起きましたけど、コップが倒れましたね。やっぱり物がちょっと落ちました。でもおかげさまで割れなかったのでねえ、よかった。他にはゆきちゃんはどうでした。なんか縦に今回揺れてもらいまして、縦にすごいドンってなりましたね。怖かったですね。なるほど。なんかよかったら八重子さんも紀子さんも幕張だったんで、それほど揺れはしなかったですけど、ドンだったので横揺れはなかったから、案外早く収まってほっとした。紀子さんどうですか。私自身はもう慣れてしまいました。地震も大変でしたけど、ちょっと大きいかなと思って、うんうん、はい。まあ、地震も大変でしたけれども、本当大雨が各地 で、本当に被害に苛まれまして、本当にね、明日は我が身という気持ちですよね。そうですね。とにかく一日も早く復旧がもう本当にできるように、私たちも何か力になれたらいいなと思ってます。今日もそうやって復旧のお手伝いに行っている我が身学会のメンバーもおりますので、ぜひともね、私たちも何かの形でお手伝いできたらいいなと思ってますので、お声掛けいただければと思います。本当に一日も早く復旧の、気持ちで祈りたいと思っております。じゃあ今日はですね、はい、今から妖精の部屋の YouTube をちょっとご覧いただきたいと思います。大丈夫でしょうか。はい、ではどうぞ。土曜日、毎月ですね、第2土曜日の、午前11時より、はい、私たち我が身学会がこのようにして今の妖精の部屋で、
活動をさせていただいております。で、活動をするということは我が身を20分でみんなで言うんですよ。どうですか、うん、はい、今日は実行委員長の方からこの我が身学会の趣旨をちょっとお話をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。今日も第2土曜日11時から自分ゆいやってきました。皆様本当に黙々と、はい、ね、もうつくなり早速もう黙々とこうするんですよ。すごいですよね。初めあの今まで何回かありましたけど今日ほどに皆さんとても熱心だったと思います。もうおしゃべりをしないでただひたすらにこう言い上げてる自分たちの髪、自分たちも髪も言い上げて、なおかつこうお人形で練習をなさったり、それからあとなんていうんですか、初めての方にいろいろこう助言をしたりとかしてました。本当に素晴らしいですよね。そうですね、あの皆さん話して大丈夫ですよ。どんどん突っ込んでください。初めてだから、びっくりしちゃったよ。真面目な話がしてとにかくまず場所がいいですよね。そうですね、はい、どうですか、もう慣れた、もう慣れましたね。築地駅からでも、うん、銀座駅からでも、うん、まあね、どこの駅からでもすごい真ん中にあって便利ですよね。で、帰りにお寿司食べたくならない？途中、ね、隣の、うん、どうでした？今日初めて、トモハちゃんは初めて、山ちゃんの時に行きました、うん、あ、来そうかな。どうでした、トモコちゃんは。あ、私は今日は2回目でしたけれども、うん、行くたび行くたび可愛い天使が増えていて楽しみなんですよ。まあ、とにかくね、そうやって皆さんが楽しく行くと思うんですよ。で、まず11時に集まっていただいて、会費が1000円となります。で、3500円が初めての方は我が身キットというものを販売いたしますので、初めての方は4500円となります。で、それからもう順々に1000円という会費で、もう皆さんが自分で20分で言うような、活動、またはみんなでこう切磋琢磨しながら教え合いながらね、はい、やっていくんですよね、うん、今日あれなんか持ってきたものありましたよね、やいこさんね。はい、なんかいろんなものをみんなで交換しながら、きっと合わせながら工夫しながら、いろんなアイデアで、そう、私たちはもう主婦もいたり、うん、OL もいたり、経営者さんもいたり、女優さんもいたり、歌手もいたり、もういろんなメンバーです。その人たちがみんなで工夫して活動させていただいております。ね、八重子さん、はい、どんなもの持ってきたんですか。今日はこれは七五三用の桃割れを作るのに使う、こう輪になってここへ紙を巻いていく、こういうあれですね、前後とか左右に分けて、あ、後ろ見せてください。どんな感じで、ちょっと私かの子にしちゃったのであれなんですけど、ちょっと髪の毛と髪の毛の間から、髪の毛と髪の毛の間からかの子が見えるって感じですね、うん、で先にこう髪の毛をこれで巻いていきます。でこう止めまして、でここをちょっとこう割ってあげるとちょうどもも割れみたいな感じ。簡単ですね。そうですね、うん、私もねこの後ろがちょうど、うん、その結び目、うん、結び目が欲しいので欲しいなって思ってたんですよ、うんうんうん、普通 の手柄よりはちょっと短めに作って、うんうんうん、で太めに短めに作ってみる、はい、皆さんネーミングは、うん、あ、ネーミング、ナマコです。ナマコ、ナマコ流行りますよね、うん、ちょっとナマコの形してる。最初ナマコって言ってゆきちゃん、ね、何か分からない、何言ってるのかなと思えない。そうね、七五三にね、チンコロで前髪に、ね、あ、かわいい、かわいいですね。それ巻いたことないので、うん、巻いてみたい、うん、そう、今度はねそれを使いたいですよね、うんうん、このキットと、うん、 そうですね、それから私はあの花模様を最近見てまして、ちょうどその日本髪を意外とアップで写してますよね、うん、なのですごく工夫してるなっていうので、多分八重子さんがそれをお持ちになって、これはこう輪ゴムで留めまして、この後ろまたまた、はい、ちょっとこのこういうね、ここへこういう風に留めるような、ああ、こういうみたいです ね本当に、はい、でもちょっと薄くてちょっと綿が入ってます、
ですね。これも作ってみました。あと結び方もあるじゃないですか。いろいろ、ね、いろいろ、はい、やりますか。そう、あとは結んでこういう形にして、ちょっと紀子さんの後ろにちょっとどうですか、うん、でもこの手柄の代わりにここへこういうのを留める。いいと思います。かわいい。まあ、このように私たちは工夫をしながら、うん、はい、みんな私たちの今のかの子は八重子さんが手作りなんですよね。素晴らしいです。リサイクル の羽織とかを解いてやってるので、はい、昨日は昨日なんですけどね、ちょっとたまにこういう風にね、シミがあったりはします。味ですね。はい、そう言ってくだされば。そしたら、たかこさんから我が身歴と、それから今ね、その我が身で得したことなんて話してみていただけますか。はい、我が身歴はちょっと私こちらには初めましてなんですけど、はい、もう3年ぐらいになると思うんです。はい、3年ぐらいになると思います。で、今ではもう本当にしっかり自分でできるようにおかげさまでなりました。我が身をしてって得することいっぱいありますよね。どんなことですか。まあ、まずすごい写真を撮ってくださいって言われることが多いので、写真写り良くなりました。うわお得。写真写りは良くない。なんかどこから撮られたらいいかみたいなのが分かってくるようになるかなと。はい、泉さんがそうなんですよね。はい、あれ、陽子ちゃん、陽子ちゃんが注文するんでしたっけ。そうなんですね。はい、あ、ここからの角度がいいんじゃないですか。申し上げてました。はい、なんかそうですね。あとはやっぱりこうみんな親切にしてくれませんか。ちょっと優しいと、はい、まあ、このように私たちは銀座でも銀座の歩行者天国ですね、うん、でそれから銀座の和光の前と、それから歌舞伎座の前で、はいはい、まず集合写真を撮らせていただいて、ちょっと観光大使のような気持ちになって、ね、活動させていただいております。はい、ぜひとも声掛けをねしていただければと思うんですが、はい、高子ちゃん今日ずいぶん写真個人的に撮らせてって言われてたじゃないですか。そうですかね。ねえ、そうですかね。可愛 いから。いやいやいや。ゆきちゃんもそうよね。いやいや、そんなことない。ねえ、そうです。みなちゃんね、でも本当に興味持ってくださる外国の方とか多いですよね。うん、そうですね。うん、まあ、特にね、これからの外国でもこれから何かしたいって言ってましたよね。そうですね、はい、私この我が身と他の国の民族衣装のコラボレーションの写真集を作りたいなと思ってます。いいですね、やりましょうよ。いろんな国にこれで行って現地に乗り込んで、うん、乗り込んで我が身を売ってまいります。ぜひとも自分より大江戸我が身学会の何か看板も持ってってもらって、はいはい、じゃあ記念撮影して宣伝して、生コも持ってて簡単に言えますって、うん、そうですね、はい、なんかこう日本の文化を世界に広げたい、広げたいなと思ってます、うん、ですね、はい、ぜひともこの我が身学会からも広げていかれたらなっていうふうに思います。八重子さんどうですか、お得感と我が身歴。お得感っていうか、はい、うちの近所はちょっと恥ずかしいんですけれども、もう田舎の住宅街ですので、またまた、いえいえいえ、ちょっと恥ずかしいんですけれども、踊りやってるらっしゃるんですかとか聞かれたりするので、はい、もう恐ろしく音感もリズム感もないんですけれどもはい、なんてその場では一応言ってあります。一番お得なのは、私は自分の作ったものがみんなが使ってるっていうのがすごく嬉しくないかなって思うんですけど、うん、それはありますよね、ねえ、うん、こんなものでっていう感じで、素敵、本当に素敵ですもんね、うん、ぜひ自慢ですよ、うん、これ八重子さんが作ったのってみんなで言ってますから、ね、はい、うん、どこで買ったんですかってよく聞かれますよ ね、 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 ね、色がなかなかない色だから、ない色、うん、こうやって八重子って書いておきます。八重子ブランド、そうですね、そう、八重子ブランドにして本来であれば、私も浅草で見たことあるんですけれども1万円近くしました。 そうですね、それがなんと我が身隊に来れば、我が身隊、いくらいくら、我が身隊に来ればおいくらでしたっけ、うん、今いくらでしたっけ。1500円です。お安い安いですよね、こうやってセットになってね、うんうん、ね、セ
ね、で日々ね進化していってますもんね、うん、研究を重ねられて、はい、実行委員長はどうですか、まあ、一番やりたがってたじゃないですか。どん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 広がって我が歴、はい、4年とちょこっとになりますか、うん、はい、あのここが立ち上がる前にも少し個人的に3ヶ月ほどやっておりましたので、はい、もう目立ちまくりでございます、うん、はい、あのお得感なんてお得感特に、うん、あの美人度がアップしますね、うん、やっぱりそうですよねきっとね、あのカメラを向け向けられるとこをね撮られる感じが、うんうん、だからあの常日頃意識しないかったのが、うん、はい、ね、普通のおばさんだった人が、うん、こうちょっとこう車窓の窓ガラスに映ってはちょっとポーズをとって練習してみるとか、あとウィンドウに映ってみてはちょっとこう鏡のこの向きを見て今度撮られるんだからこっちがいいかしらとかないし、いやでもキコさんすごい綺麗になられましたよね。でもなんかこう言っていいのか分かんないんですけど、あの4年前よりなんかますますお綺麗にどんどんなってる感じがします。ありがとうございます。これもひとえに自分のおかげかと思いますというふうに美しくなります。ぜひ自分ゆえにいらしてください。ゆきちゃんどうですか。我が身歴は4年になるんで、ね、4年ですね。お得なこと、とにかく友達がたくさん着物で増えたかなと思いますね、うん、でなんか自分で着物であれもやってみよう、これもやってみようみたいな形でどんどんこう幅が広がるっていうのがつながっているんじゃないかなと思います。私とゆきちゃんの出会いは、はい、ある古民家の、そうですね、ちょうどなんだろう、古民家の浴衣会でしたよ ね、 そ、 うでしたね。その時に私が我が身で行って、はい、でお母様にナンパされたの、うん、よしみたいにそうで、この我が身はどこで習うんですかって言って、うん、ゆうきちゃんと一緒に来てくれたのね、うん、はいはい、そうなんです。もう4年ですね。髪の毛もすごい短かったんですけど、うん、そういえば伸びたなと、うん、ここら辺まであるので伸びたね。ゆうきちゃんなくしては考えられない、あのヤング部長ですから、やっぱり若い人たちが来るのはあのゆうきちゃんのおかげです。いやいやいや、ありがとうございます。ね、ありがとうございます。ゆきちゃんも一つここ自慢しなきゃ。あ、そうですね。そうだよ。これこっちはね、ちょっと今日あれ自慢じゃないんですけど、こっちは自慢ですね。自分で。そうですね。自分でつまみ細工を作っています。ね、今は先生として。先生、ね、少しずつですが活動させていただいてます。宣伝してもよろしいですか。10月の3日に渋谷の文化村の隣のオルザさんっていうちょっと着物屋さんがあるんですけど、そちらで1時から、つまみかんざしの講習会をやらせていただきます。よろしければ、ね、ぜひね遊びに来てください、うん、もうなんか結構埋まってるみたいなんで、すごーい、まだ若干枠が空いてると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。どうですか。はい、そうですね、私は得していることばかりだと思います。まず着物を着た時にそれなりのヘアスタイルは整えてたんですが、我が身を言ってみて初めてこうしっくりくるなっていうのがトータルコーディネーターとして、はい、ありますね。で、あとありがとうございます。先ほどおっしゃってたように街中で写真を撮られる機会がかなり増えまして、知らない方からフェイスブックで申請が来ることも多くなりましたね。お友達増えますよね。増えますよね。私も和装備の良さを海外の方にインターナショナルでお伝えしていきたいのが夢なので、それが実行できているのがここの我が身学会です。やってよかったと思います。はい、あの自由が丘の読売カルチャーからスタートですよね。そうですね、初めて言った時はどんな感じでした？初めて言った時はこれが自分か、うん、と思いました。多くのような姿の自分がいました。すごく綺麗ですもんね。うん、そうですね。綺麗に言っていただきました。ここに下されば、あの皆さん綺麗になれると思いますので、ぜひぜひおすすめです。最初ね、あの、はい、私たち、はい、そのあれ紀子さんも来たっけ、あの桜祭りで上野の大友さんの桜祭りに行ったんですよ。でその時に私の隣にとも子ちゃんがいて、はい、それで私も我が身言ってたのね、うん、でその時にいいなって言ってね、はい、それであの読売カルチャーに来てくれたんです。 そうですね、はい、それからずっと、ね、神田祭りに出て、そうなんですね、ずっとだからこの流れがね、我が身学会ってすごいですよね、うん、そうですね、
トマちゃんはどうですか。はい、私は2年くらい我が身学科に参加して時が経つんですけれども、はい、ありがとうございます。でもすぐ言っちゃったよね、うん、そうですね、結構早かった。一度教えてもらうと、うん、このベースをもとにいろいろと結構発展系を自分で工夫とかができるので、うん、ま、着物に合わせて今日は髪型をどうしようかっていうのを選べたり、うん、あとは髪型を決めてから、はい、じゃあ今日の着物はどうしようっていうふうに悩んだり、うん、すごくその着物を一つ着るのでも楽しみの幅がすごく広がったのがこの我が身との出会い、うん、でもらって得したことかなと思いますね、うん、はい、なるほど。どうですか、その今日は久々に我が身をしてきて。そうですね、我が身学会自体はこう久々にしてきたんですけど、はい、結構歌舞伎の感激とかに我が身を言っていくんですね。行ったの、はい、一人でもよくこう我が身を言って出かけるんですけど、結構こう声をかけていただく機会も多くて、そこでこう話が発展してやっぱ出会いがすごく増えましたね。なるほど、その時にじゃあ自分言う大江戸我が身学会って宣伝してくださいね、うん、はい、かしこまりました。目合いましたか、我が身してたら。それがですね、結構ですね、顔覚えてもらいます。お得です。私も結構芝居見に行くの我が身で行くんですけど、後でこう、まあ、芝居仲間が出てたりすると、うんうん、話聞くと、うん、誰でやって思ったらっていう、うん、どっかの舞妓が来てるって思ったって、うん、って思われるみたいですよ。うわ、素敵ですね。ぜひね、感激の際、歌舞伎の際は我が身で、うん、私もチケットなくしちゃったんですよ、うん、あの歌舞伎の時に、うん、でも帰り分かんなくなっちゃって、席髪我が身にしてたら覚えててくださって、あなたの席ここに、うん、言ってもらったことあります。それ大お得感じゃない。自分ピッカもよかったね。顔パスができるっていう、こう、あ、それありますね、うん、顔パスできるわ、ね、そう、あのね、こうやってね言うと喋れ聞こえなくなっちゃうから一応っていうね。すみこさんはどうでした。はい、私は全く3ヶ月ですね、はい、7月に入りまして、あのね、その時はショートなんですよね。どのくらいだと思います。ショートですよ。え、ショート高いの、知らなかったです。後ろショートとは思えないですね、彼女でほとんどそのスキゲですね、あの中に入ってるあんこ、うん、ですごく上手。ちょっと後ろ姿見せてください。う、ね、もういろんな工夫されてね、わー、綺麗。ぜひいろんな工夫が知りたいですね、うんうん、だからの長くなくても言えるという。でもなるべくだったらいらっしゃるのは、あの肩までは会っていただくと、あの教えやすいですね。あの最初はね、あの人に言ってあげたいからっていらしたんですもんね。そして言っていたら自分も言いたくなっちゃったっていうんで、ちょっと無理やり言ったんです。そしたらご自分で工夫するようになって、すごいと思う。日本髪と着物が好きですね。でまさかあの今そのこんな着るチャンスなんで、もう本当に考えられません。だから入らなければ。本当にすごかったもん。それであの少しずつやっぱりこう技術上達しますよね、うん、それがとてもあの嬉しく感じます。そうですね、はい、ね、本当にありがたいですこの会話。彼女ね、最初人が1回するところを、ね、お人形さんで2回半ぐらいやって練習されてたから。あ、そうです、やってましたよね。お嬢様もいらして3回、うん、今で今日で3回目かな。そうです、3回目です。最初の時は、うん、本当に努力か、随分成長しましたよね、うん、でありがとうございます。先月は娘さんもいらして、娘さんの髪もお嬢さんが覚えたの。あ、そうなん、そうなんですよ、すごいの、ね、うん、まあ、こうしてね、自分より大江戸我が身学会もお互いね、こうやって教え合うっていうことがやっておりますので、ね、楽しいですよね。そうですね、私ね、見てこれ、まだそうなんですよ、転んだの2週間前にね、あの横断歩道で、新宿駅の横断歩道で顔から滑りました。大事な顔が。そうなんですよ、あのね、野球のあのベースじゃないけど滑り込みセーフみたいな感じで、はい、もうぐじょぐじょだったの。新宿が鬼門ですね。そうなんですマダムといい、そう、ボケないように。そうなのよ、だから救急車にも乗りまして、あの大災難でした。ですから皆さんも気をつけてください、ね、え、最近何か変わったことありますか、ゆきちゃん。
楽しいことでも、はい、何かありますか。楽しいこと、なんか情報として伝えることってありますか。情報としてですか。最近はお肉を食べるのにハマってる、はい、お肉え、どこで。いや、お肉の会を開いて。お肉の会を始めたの。お肉の会をみんなでやって。そうですか、うん、私お肉大好き。そう、もう一番好きです。最近はね、ちょっと熟成肉が流行ってるので、ね、ちょっと熟成肉を食べたりしてますね。最近では五色桜っていう六花会っていう神田にちょっと有名なとこがあるんですけど、それステージアップしてって、うん、常連さんだと五色桜、次4321ってこう進んでいけるお店があるんですけど、なんか誘われてないけど、そこの、ね、ランクをね、どんどん上に行きたいなと思っております。ぜひ誘ってください。ぜひね。みんなで、あの、何人かで行ったディズニーも楽しかったですね。ディズニーランド楽しかったね。そっか、ね、じゃあ今度 YouTube で。ピコさんは我が身で。我が身でディズニーランドの浴衣を着て行ってきました。はい。はい、お誕生日会だったのね。そうですね。そう、八重子さん来なかったの、うん、お誕生日なのに8月で。ねえ、みやこちゃん来たけど。ぜひね、もうちょっと、ね、人数も多く行ってみましょうね。いいですね、楽しかったです、はい、なんかみんな我が身だったらどうなっちゃうことかって感じですね、きっとね。あのね、去年一昨年そうしたんですよ、うん、どうでした。そしたら外国の方たちに囲まれて、うん、ディズニーランドで写真を撮られて。そうでしたよ ね、 そうね、一緒に行きましたよ ね、 ね、トバハちゃんも一緒だったね、うん、はい、はい、じゃあディズニーランドの中で人形が囲まれるかのような、なんかこうみんな自分が人形より勝てますよ、結構。そうです。他に、はい、誰か手挙げて、何か変わったこととかお知らせしたいこととかね。あ、はい、たかこちゃん、お知らせしていいんでしたらどうぞ告知しちゃってください。あの、実はそれこそあの9月の末ですね、実は9月の29日にですね、肉ですね、肉の日なんですけど、お寿司とマジックの寿司マジックお寿司とマジックのコラボレーションのイベントがあります。で、こちらに私、我が身と着物でその場で受付をしておりますで、さらに給仕もしております。四ツ谷ガーデンサロンってどこですか。ガーデンサロン、新宿区になるんですけども、ちょっと場所の方はあのググっていただけるとありがたいなと思うんですが、四ツ谷の駅じゃなくて、ね、駅が多分8分ぐらい、あ、じゃあ近いじゃないですか。で、私ね、はい、飯田橋に住んでたんで、四ツ谷ガーデンってどこなのかなと思って、はい、で、あの、はい、申し込みがですね、こちら限定25名様に25名なってまして、はい、Facebook の、うん、検索で寿司マジックって入れると出てくると思います。あのマジシャンのミントさんとお寿司屋さんアネアンさんというお二人のコラボレーションで、あの、はい、お寿司食べながら飲みながらマジックが見れるという、なるほど、はい、そしてそこに私がおりますので、よかったら写真でも撮りに来ていただけます。昼間ですか、夜ですか。夜の、6時半スタートで8時半までになっておりますので、はい、よかったらぜひいらしてください。その時は我が身ですか。はい、我が身です。わー、楽しみですね、はい、なので皆さんもよろしければぜひいらしてください。はい、ありがとうございます、はい、じゃあ我が身割引ありかな。我が身割引あり、我が身割引ね、ふみこさんは、あ、はい、はい、よろしいですか。はい、紹介したいあのお店があの、はい、1軒ございます、はい、リサイクルショップなんですね。で、あの子供服、婦人服、あと小物雑貨とか、あとぬいぐるみ、それからあとゲームとかの、あと掘り出し物がたくさん あの、あります。で、ただお安いです、すごくお安いんですよね。で、場所が、はい、100円とか100円円とか100円ショップですか、はい、いや、じゃないです。あの、もちろん、もう品物は、まあ、リサイクルですけど、うん、あの素敵なものですよ、みんなで、あの病みつきです、うん、で、あの、亀有の駅なんですが、はい、ここから2つ先なんですよね、はい、で、あの、あの、ただあの亀有 の、 あの駅の近くはあのいろいろこうテレビで紹介されるそうですが、亀有の駅から
徒歩7分なんですね、うん、そうするとやっぱりこう、うん、あの知名度がちょっと、はいはい、あのないので、うん、お安いだけで、はい、あのお客様の足が少ないと大変らしいんですよ、うん、はい、でとっても優しいあのご夫婦でやってるんですけど、もこすまがいらして、はい、あのとても、まあ、ご夫婦が良心的で、うん、あのまあ、価格も安いし、うん、はい、とてもあの一回あですね、あのお忙しいでしょうけど足を運んでくださるときっとリピーターになると思うんですけど、はい、場所は、はい、まずはです、ね、名所ですね、うん、名前はドキドキ冒険島亀有店なんですね。ドキドキ冒険島、はいはい、であの亀有の駅は改札口が一つなんですけども、八日堂側とあのこの 北と南とあって八日堂の方なんですね。であのまた八日堂の出口を出ます、あ、八日堂側の出口に出ますと、はい、また、一つ二つ三つ四つ五つ通りがあるんですよね。放射線になってますね、はい、ちょっと、はい、そうなんですよね、はい、でその、まあ、真ん中あたりなんですけども、あの青戸方面なんですよね。青戸方面、はい、こんなに長くいいですか、おしゃべりしてて。青戸方面に向かって行くんですけども、あの亀有新道バス通り沿いなんですね。あのぜひお忙しいと思いますが、はい、あの一度足を運んでください、お願いいたします。はい、もう一度お店の、はい、名前何でしたっけ、ドキドキ、はい、ドキドキ冒険島亀有店です。で、はい、電話よろしいですか、はい、03-3601-3339です。3601-3339です。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。他にありませんか、ね、はい、最近あったこと。最近あったこと、我が身を通じて知り合ったメンバーが開いている着物6名館クラブに我が身のメンバーと参加できたことです。その実績が横浜のホテルの方で開かれまして、盛大にホテルニューグランドですね。そうです、はい、素敵でしたね、皆さん、ね、とても素敵でした。ダンスも教えてもらいましてね、はい、はい、踊りましたね。ウィンナーワルツと言いますか、うん、はい、ウィンナーワルツじゃない、ウィンなんだっけ、ウィンナーワルツです ね、はい、なるほど、はい、また年内には岡山と京都と、うん、あとクリスマスパーティーが開かれるそうですので、詳しくはググってみてもらうと分かると思います。着物6名館クラブです。はい、以上です。何かありますか、なんかお知らせばっかりじゃなくて何かエピソードありませんか、ね、トモヤちゃん何かない、うん、楽しいエピソードですか、最近変わったこと。カメちゃん、カメちゃんとサルちゃんの。カメちゃんとサルちゃん何？カメちゃんとサルちゃん何ですか？根付けを根付け作ってみました。自分で作ったの？猿之助さんが好きでですね。すごい。裏に猿之助さんの紋を入れつつ、襲名前が亀次郎なのでカメと組み合わせて。すごい。はい。そこペロッとめくると自分の名前入っちゃってます。とまあちゃん。ちょっとつけて。歌舞伎を見に行ったりするのが最近の楽しみですね。8月もそれをつけて、はい、8月もつけていきましたし、9月もこれから行きますし、うん、あとは10月11月スーパー歌舞伎セカンド、はい、行かれるね、はい、ワンピースは、ワンピース行くんだよね、行きます、はい、もちろんでございます。私も行きます、みやこちゃんも行きます。、はい、ちかこさんにお願いしちゃったし、あ、すいません。じゃあ皆さんぜひ顔を見たら声かけてあげてください。はい、よろしくお願いします。私の先生も出てますので。あ、そうですか、はい、じゃあ楽しみですね、うん、はい、ではここで告知タイムをさせていただきたいと思います、はい、まず、私事なんですけれども、この、20分で我が身を言うということを、筑波の研究学園ですね、イーアスというところで
開催をさせていただきます。こちらはあの11月になりまして第4土曜日でございます。1時から3時30分、ちょっと日にちがここに書いてない、どうしよう忘れちゃった。11月の第4土曜日になりますので、ぜひとも、お越しいただきたいと思います。いい明日つくばで検索をしていただければ、私とそれから紀子さんでお手伝いに伺いますので、ぜひとも自分で20分で言っていただきたいと思います。そして次が、はい、今度は、ね、はい、11月の1日ですね、はい、ソフトシェルさんで花屋敷で、はい、なんと10時から夕方6時の間ですね、はい、写真コンテストがございます、はい、そこで私たちは和神学会がですね、自分ゆい和神学会が、大江戸和神学会がお手伝いをさせていただきます。ですので、はい、このようなスタイルで皆様のおもてなしをさせていただきますので、はい、ぜひともこのソフトシェルさんの花屋敷、はい、11月1日は日曜日ですか。そうです、ね、日曜日お待ちしておりますので、また、写真コンテストもですね、10万ですよ、10万 !10 万ですよ、優勝。10万、熟成肉食べれます。何貝でしたっけ、なんとか貝の写真なんで、ソフトシェルの写真ですね、ソフトシェルという貝です、はい、こちらをあの一緒に写真を取り込むんですよね。そうですね、自分が写ってもいいし、はい、ソフトシェルの写真でもいいそうです、はい、そこで表彰式も私たち和神学会がお手伝いをさせていただきます。よろしくお願いします。ぜひ10万円です10万円も、そうですね、でなんか優秀賞10万円と、そうですね、優秀賞5部門もありますね。最優秀が10万ですね。優秀賞とあと各いろいろ賞が5万円とかみたいですね。なんか詳しく言って、それちょっと読んでください。私たち出しちゃいけない、ね、じゃあ高子さんお願いします。関係者は、はい、関係者いいんですよ、出していい、いいんですよ、和神でソフトシェルで、うん、OK ですよ、うん、いやコンテストにいいんですよ、出して、はい、もちろん大丈夫です。そうそうそう、読んで、え、はい、そうですね、はい、どこ、じゃあ私が読みます。じゃあすいません、テーマはソフトシェルクラブ、はい、ホンビノスという会に関連する写真を送っていただきたいと思います、はい、そして賞金、商品、そして最優秀賞賞金が10万円となります。優秀賞5部門ということで、はい、賞金が5万円です、はい、特別賞で飲食店ペア食事券30組以上が、その他商品多数が当たるということですの で、うん、ですね、ぜひとも11月1日まず第1回のソフトシェルクラブとして写真コンテストがございますので、ご応募いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、ね、楽しみです。そうですね、ですから和神学会の私たちも、うん、あの舞台を上がってね、はい、そして踊り踊ってよ踊っちゃいますか、踊っちゃいましょうそんな感じで私たちもパフォーマンスさせていただきますので、ぜひとも皆様お越しいただきたいと思います。花屋敷でもね、あの県にあのソフトシェルがついているそうなので、うん、え、そうなの、そうですよ、すごいじゃない皆さん、はい、ソフトシェルがついて乗り物3回券がついて、まあ、それで4000円だったはずなので、ぜひとも、あ、入場料は1200円なんですけど、うん、そのソフトシェルとかがついてくる、あ、お食事がついて、はい、はい、なるほど、はい、得じゃないですか。バーベキューもあって、はい、ね、楽しみながら、はい、いいかと思います。で次が10月の17日自分ゆい大江戸和神学会のお手伝いで、はいはい、代官山キッズファッションショーがございます、はい、そこでお手伝いを八重子さん、はい、それから紀子さん、はい、ゆうきちゃんの出展もございますので、はい、どんな感じですか、なんかちょっと概要を簡単に説明してもらっても大丈夫ですか、紀子さん、お願いいたしますよ。では、代官山で、あの、このキッズの、あのファッションショーがあるんですね、うん、でまず着付けが八重子さんがやって、そして紀子さんが和紙を言います、はい、そしてゆきちゃんは何だっけ、私はつまみ細工を子供たち、来てくれた子供たちみんなとやろうと、はい、やることになっておりまして、五枚花のお花をみんなで作ろうかと思います。五枚花ってどんなんなの、五枚花は、ね、ここにある感じ、ま、ここの 丸つまみを5枚作って、あ、これね、はい、わー、かわいい、あのゴム、うん、髪の毛にくくれるゴムを作ろうと思ってます。それは無料で皆さん
できますので、入場料払えば無料でできますので。梅の花みたいな。梅の花みたいな形ですね。梅の花。楽しみね、いろいろコーディネートしなきゃいけないから。はい、で、一応古典柄とモダン柄みたいなのをちょっと選ばさせてもらったんですけれども、そのほら、ファッションショーでやるキッズのこのチラシを見ると、ゆうきちゃんもよく買ってたんだって。ここのピチレモンっていう雑誌になりますね、よくピチレって、今ピチレ、ピチレモンからピチレに変わったの。ピチレ、ここにピチレの雑誌のイベントだそうです。なるほど、はい、ね、私たちも大江戸ファッションショー、着物ファッションショーをやりましたよね。江戸時代の着物を、ちゃんとその、京都の本当に江戸時代の着物を着て、そして江戸時代の本物の髪型を私たちがしっかりさせていただいたんです。その時の江戸時代末期かな、お嬢様の役の可愛らしかったですね。これもこれぞ本当に我が身をやっててよかったですよ。得したことですね。そうですよね。で、確か八重子さんは大奥の、大奥の片端髪型の担当でしたね。やりましたものね、はい。最後にね、もうすぐ終わるんですけれども、はい、来月は10月10日のまた土曜日ということになるんですが、はい、実を言いますと来月から番組構成が変わってまいります、はい、私たち、自分ゆい大江戸和髪学会だけではなくて大江戸和装備情報局が、来週の土曜日、毎週午後5時から5時50分、毎週カリキュラムが変わって皆様のお茶の間にですね、生番組とそして YouTube が流れることになっております、はい、まず第1週第1土曜日はシャイニング輝く女性づくりの会。これはね、私たちの講座をここで、本当に真面目な講座をやらせていただきます。真面目ですよ。いつも真面目じゃない。今日はちょっと、今日はちょっと楽しくやろう、ね、でもなんかみんな緊張してない？緊張してるでしょ、ね、笑顔で振りまいてくださいね。はい、で第2週土曜日は、はい、これから若手が頑張ってまいります。どんな番組にしていきますか？そうですね、はい、どうですかゆきちゃん。突然降ってしまう。たかこちゃんがね、ちょっと面白いことを考えてるみたいなので、いや一緒に頑張っていけたらなと思います。若い人たちにもたくさんこう、はい、我が身を愛してもらえる番組にできたらいいなと思います、ね、ぜひとも頑張ってくださいね、はい、で第3土曜日は大江戸八百屋町和装備情報局のゲストさんを、今度例えばゆうきちゃんが一人で司会をやって、はいはいはい、そしてゲストさんをお呼びして、ここ、ね、自分だけの番組作りをやります。楽しみでしょ。楽しみですけど、ね、ドキドキですけどね。そう、どんな、ね、はい、番組作りしたい。どんな番組、ちょっとね、華やかな番組にできたらいいかなと思ってますね。そう、だからつまみ細工の先生を連れして ね、はい、そうですね、そのエピソードのお話もされたら楽しいですよね、はいはい、楽しいと思います、はい、で第4土曜日は今までも続いてるんですが、大江戸八百屋町和装備情報局で私たちが全員揃ってゲストさんをお呼びして、ゲストさんだけを中心にお話しする、番組となります、はい、来月は誰が来ると思う？コンパル流して方、はい、山中和馬先生をお呼びしておりますので、はい、ぜひともご覧になっていただきたいと思います、はい、楽しみですね。楽しみね、楽しみですね。私来週はね、来月はね、私いないの。そうでした。だから司会で頑張ってね、みんなよろしくお願いしますね、そして第5週のある時は私と横田さんが来るんですよ。横本さん、はい、横本さん、横本さん、はい、そんな感じでやってまいりたいと思いますので、はいはい、また来月も、第1、第2、第3、第4、第5と、午後5時から5時50分までご覧いただきたいと思います、はい、それでは自分ゆい大江戸和髪学会、と座談会和髪だよ売り込みたい、それから1、10、100、1000、10、また次回までごきげんよう。